皆さん改めまして新日本プロレス100年に一人の逸材、そして代表取締役社長棚橋義です。はい、あっという間の25年が経ちました。はい、これもひとえに皆さんが熱い声援、時々ブーイング送ってくれたからだと、そのおかげだと思います。ありがとうございました。こうして多くの皆様の前でいつまでも戦っていたい。戦っていたいという思いはありますが、棚橋のゴールを決めました。2026年1月4日だから、あと1年2ヶ月あります。はい、疲れないし落ち込まないし諦めないけども、はい、あと1年と2ヶ月全力で走りますんで、新日本プロレスをよろしくお願いします。2026年1月4日をゴールとして宣言しました、棚橋博史。あと1年2ヶ月。ちょっとこれは吉野さん、はい、アウトじゃね、なんてことだ。記念試合、重い重い棚橋博史の一言があった後に、なんということをするんだ。最悪だな。しかし、そしてエルハンタズモが助けに入ります。いやいや、そして、成田凛だ。もう大量プッシュアップバー、ふざけてますねこいつらね。これがハウスオブトーチャーのやり方なのか。毎回自らのゴールを宣言する、覚悟のコメントの後、最悪、なんということをするんだ。ファイルコールです。おい、やかましいんじゃろうな。おい、タラーシよ、てめえごときがよ、もったいぶってんじゃねえぞこの野郎。引退してやるよ、とっとと引退しやがる、こら。ただな、てめえの進退はこの俺が決めてやるよ。なぜならばこの会社はよ、俺の会社なんだよ。分かったかよ、覚えとけ。おい、俺の曲を流せ。曲鳴らすんかい。いや、まあ簡単に引退はさせないってことですよね、これね、ミラノさんね、イービーからしたらね、俺が社長だからってことだと思うんですけども。でこれ曲鳴らす音響なのかね、ちょっとあれ、いや相当裏でやられてるんでしょうねこれね。よし、おい、いいか、リング上で言ってやった通りだよ。おい、それには棚橋
てめえ何許可なくよ、勝手にマイク喋ってんだよこの野郎。俺の許可なくてめえは動くなっつんだよこの野郎。てめえみたいなもんやよ。社会のゴミ、人間のクズ、ゲスの極み、三流ボンクラ野郎なんだからよ、黙って俺の言うことだけ聞いてとっとと消えていけばいいんだよ。分かったか、よく覚えとけ。いいね、ごめんですか。ごめん、ごめんなさい。ですか。We did it back in time. まだ辞める前にいっぱいやらないといけないことが残ってるね。父ちゃんのこと、そして新日本プロレスのこのリングをもっと盛り上げること、俺はもう翔太たちの若い世代にがもう出てきて大いに期待してる。カラーも絶対やってくれる。でもまだ俺にも余力があるならば最後まで全力で走り切って、俺が疲れたって言わない俺が、引退した、引退するその日のコメントで初めて疲れたって言うから、それまでは疲れない棚橋宏、全力の棚橋宏、社長でもレスラーでも 100% で新日本プロレスのファンに楽しんでもらうから、期待してください。よし、ありがとう。ありがとうございました。 Thank you, Larry. Yeah. Okay, thank you, Tony. Hey, today we show New Japan Pro Wrestling that we, Tanahashi-san, we are gladiators. House of Torture.初めてプロレスの試合で魅了されて、俺が初めてプロレスのリングで気になって好きになって憧れ続けた人が引退宣言。正直頭の中が真っ白で分かんないけど、なんか現実を受け止められない。でも一つだけ分かってることがある。それじゃダメなんだ。今までの憧れてた自分じゃダメなんだよ。田中さんの言葉聞いただろう。若い世代に託すって。俺は自信を持って言う。新日本プロレスの本体だ。俺がやらなくて誰がやるんだよ。俺が新日本プロレスの中心でライオンマークを背負って、ライオンマークを守って、日本に世界に届けなくて誰がやるんだよ。寂しい気持ちも悔しい気持ちもたくさんあるけど、今だよ、この瞬間だよ、やらなきゃいけねえんだ。
俺は動くぞ。託された分背負うぞ。話はそっからだ。